j 8は中国が開発した第二世代対戦車ミサイル。サクローズを採用している。中国陸軍をはじめとする多くの軍で採用されており、パキスタンでは爆タ士艦としてライセンス生産されている。中国陸軍は1979年より 1J-73 の配備を開始した。これは第四次中東戦争で有名となった。 ソ連製の QM14 マリューとかをエジプトから入手してコピーしたもので中国陸軍が初めて大量配備した対戦車ミサイルであった。しかし1970年代の時点ですでに他国では新世代の対戦車ミサイルの採用が進んでおりアメリカでは BGM-71 トーとト M47 ドラゴン ソ連では QM111 ファゴットと QM113 コンクールス、西ヨーロッパではミランとホット、日本では79式隊、集停対戦車誘導弾などが配備されつつあった。これらはいずれもサクローズを採用しており、HJ-73 など第一世代対戦車ミサイルが採用する、マクローズよりも高精度、高速で、また、反撃を受けるリスクも抑えられるなど、 あらゆる面で優れていた。このことから中国はサクローズを採用した対戦車ミサイルの取得を目指すようになった。この時期すでに中素対立が表面化しておりソ連から QM111 や QM113 などの技術供与を受けることは望み得なかったことから1977年独自の開発が決定された。 1977年に開発計画が正式決定される以前、1970年代初頭より、すでに中国は、サクローズ方式の対戦車ミサイルの開発に着手していた。ただし、この新世代対戦車ミサイルに対して提示された要求は、多くの挑戦を要求したことから、開発は難航した。開発に際しては、 フランスより調達されたホットが参考にされたとされている。HJ-8 は誘導方式として赤外線による優先式サクローズを採用している。昼間の射程は当初は3000メートルであったが、後の改良で4000メートルに延伸された。走行貫通能力も当初は筋質圧延行走行貫算で800ミリメートルであったが、 後の改良で 1000mm とされたほか、爆発反応走行対策として、タンデム弾頭の採用も行われた。ミサイルは、遠投型コンテナ内に密封されており、このコンテナごと発射機に装填される。重量上の問題から、人力単装は濃いなんで、BGM-71 等や79式体、集定対戦車誘導弾と同様に、 軽車両で輸送して、軽車両上内種は地上に下ろして三脚上から射撃されることになる。運用自民は4名。また、85、89式走行兵員輸送車や92式送輪走行車に4連装発射機を搭載した対戦車車両型も確認されているほか、WZ-9 武装ヘリコプターにも発発まで装備可能である。 中国陸軍においては1984年に正式採用され、1988年より部隊配備が開始された。また、広く輸出に供され、下記の国々で運用されている。なお、HJ-8 は、ボスニアヘルセゴビナ紛争において、実戦投入された。ボスニア人民兵組織が、スルプスカ共和国軍の M-84。 主力戦車を攻撃した際には、その全面装甲を貫通し、撃破している。HJ-8 の運用国。ありがとうございます。